仙台車両センターは、宮城県仙台市宮城野区にある、東日本旅客鉄道の車両基地である。同社仙台支社の管轄、仙台駅北側に設置されている。東北本線、常磐線、仙山線、万越西線、仙台空港アクセス線で使用される車両が所属する。本校で説明する。仙石線で使用される二百五系電車が十八両。 配置されている。詳細は仙台車両センター宮城の発出所三小級仙台駅発出。仙台駅構内にあり、社員が常駐して車両の連結、開放、構内入れ替えを行うほか、運用中の車両に故障が発生した場合等に即応できる体制となっている。連結、開放作業は仙台駅の輸送担当社員と共同で実施する。 2003年に組織再編が行われており、宮城の電車区の研修部門を統合して、宮城の発出所としている。その後、2004年に仙台電車区から仙台車両センターへ改称された。仙石線で運用される車両については、仙台車両センター、宮城の発出所、参照を主に、東北本線新白川一の関間、東北本線陸施線岩切陸間。 常磐線原の町岩沼間、仙山線全線、大宇本線、山形宇前地と世間、万越西線、郡山北方間で運用される車両が所属する。形式によって運用につく線区も限定される。2020年10月1日現在の本所配置車両は以下の通り、701系701系東北本線、常磐線で運用される。 1> 7 1 9系7 1 9系赤べ編成7 1 9系常磐線で、普通として運用される。e 7 2 1系 s a t 7 2 1系 s a t 7 2 1系マヤ5 0系マヤ5 0系客車建築限界測定試験車。e d 7 5系電気機関車700番台の3両が、配置されている。地球5500系長物車で、 レール輸送用車両。50メートル定着レールから200メートルのロングレールまで輸送可能。運用区間は東北周辺と首都圏まで来ることがある。地域6000系長物車でレール輸送などに使用される。東日本大震災発生時、当時配置されていた40両中の22両が被災し廃車。 補充のため6両のチキ6000型を JR 西日本から購入している。補機800系ホッパー車でバラスト散布に使用される。485KA-1A-2 編成 485KA-3A-4 編成4 8 5系2 0 1 6年4月1日時点では6両、編成1本が配置され、国鉄色で東京側3両が、 A-1 編成、青森川3両が A-2 編成の2ユニットで蘇生されていた。583系583系、電車451系、453系、電車1963年の配置当初は、東北本線の急行列車用として運用されたが、運用上の都合から行われた455。 経過改造や宅への転属により1980年には配置がなくなった。その後1985年に常磐線普通列車の完全電車化を図るために、かつた電車区から転入、一部編成が717系に改造された他は順次廃車となり1993年に全廃となった。455系455系457系。45 電車2008年度の時点では、東北本線、常磐線用3両編成13本が、配置されていた。E721 系の増備により地漢へが進み、2008年3月20日22日23日の、さよなら運転が行われた後に、全車廃車となった。417系417系、電車3両編成5本が配置され、東北本線の普通列車、 快速、仙台式ラビットで運用されていたが、E721 系の進出により2007年7月1日をもって定期運用を終了。2007年度に K-4 編成が仙台レールセンターの訓練者となるため除籍。2008年6月に K-1 編成が阿武熊急行に A417 系として譲渡。 残り3本も2008年8月にすべて廃車となった。715系、電車1000番台4両編成15本が配置されていた。455系、457系と合わせて仙台エリアの普通列車の電車化に寄与したが、1998年までに全車廃車となった。東北本線、仙山線、大宇本線で運用されていた。 717系、717系、電車0番台、100番台合わせて3両編成10本が配置され、常磐線の普通列車を中心に運用されていたが、E721 系に置き換えられたことで2007年11月10日をもって定期運用を終了、2008年度までに全車廃車となった。ジョイフルトレイン、オリエントサルーン1987年に12、 軽客車を改造した6両編成のお座敷客車。団体専用列車として運用され、2000年に廃車となった。ED78 系電気機関車山形新幹線、開業後の1993年に福島運転所から転入し、仙山線で客車や貨車を牽引していた。仙山線での貨物輸送は1998年に廃止され、臨時列車などは、 ED75 型が牽引することとなったため2000年までに廃車となった。C62 形状機機関車1963年から配置され、東北本線、常磐線の旅客列車を牽引したが、短期間で余剰となり1966年までに廃車となった。C61 形状機機関車申請以来、東北本線、常磐線で特急。 はつかり、白鶴に代表される、旅客列車や一部の急行貨物列車を牽引し、常磐線が全線電化された1967年までに、タクエ転出、もしくは廃車となった。C60 形気機関車、C61 型と同じく改造当初から、東北本線、常磐線の旅客列車を牽引した。1967年までに、宅へ転出。 もしくは廃車となった。C59 形状機器官社軸重が重いことから、東北本線用として配置されていたが、電化の進展により末期は、通勤時間帯の普通列車や臨時列車の、牽引用に2両だけ残され、1966年に廃車となった。親31系客車建築限界測定試験車。マ、ま、ヤ50系の登場により、余剰となり、 2010年12月に廃車。マニ50計客車救援車代用。マニ502051が配置されていたが、2019年5月17日付で廃車された。地線計、地域5200系、地域7000計各車両とも長物車で、主にレール輸送に使用されていた。東日本大震災による大津波で、 地線計4両、地期5200計2両、地期6000十22両、地期7000計2両が被災。2011年3月12日付で廃車されたため、この3形式の配置がなくなった。ありがとうございます。